はい、ディズニーファンの皆様こんにちは。今回は大人のあなたにおすすめのホテルフードになります。ディズニーリゾートの楽しみ方は何もパークにゴーだけではありません。パークの外にもラグジュアリーでデリシャスなイベントの楽しみ方があるんですよ。中でもおすすめなのがアンバサダーホテルのエンパイアグリルです。世界各国のエッセンスを取り入れたカリフォルニアスタイルのレストラン。ホテル食なのでお味はもちろん超一流、そしてお値段も超一流。ディナーはなんと13,300円。うわあ、ちょっと高くて手が出ない。ディナーは高いですが、私はランチで楽しむことが多いです。ディズニーパルパルーザドナルドのクワッキーダックシティエンパイアグリルランチ6,500円。ディズニーホテルが誇る一流のお食事をディナーのほぼ半額で楽しむことができます。そしておすすめポイントは2つ。 1. ほとんどのゲストがお一人様であること。周りを見てみるとほとんどが大人のお一人様女子であることが多いです。一人でも居心地最高。そして2つ目のポイントは推しキャラのお土産付きであること。ミニーちゃん大好き。さあ一緒にいただきましょう。まずはドリンクをオーダー。ディズニーパルパルーザドナルドのクワッキーダックシティスペシャルドリンク1500円です。このスペシャルドリンクにも可愛いオリジナルコースター付きです。ブルーシロップで色づけたとてもカラフルで楽しいドリンクです。串に刺したチェリーはドナルドの蝶ネクタイを、レモンはくちばしを表現しています。それではランチを楽しんでいきましょう。わあ、見てください。ランチにはこんなに可愛いミニーちゃんのオリジナルチャームがつきます。まずはアミューズブーシュ。フレッシュなアポーのスープ。なんだかこのアミューズブーシュを飲むとこれからのコースのことを考えてワクワクしてきますね。そして圧巻なのがこの前菜タワー。何種類あるのかな。1,2,3。 わー、全部で9種類もある。まるで宝石箱を開けたみたいで見ているだけでウキウキしていきます。メインは全部で6種類の中から選ぶことができます。エンパイアグリル特製バーベキューグリルは別途2500円必要です。これも美味しそうだったんですが、今回は価格を抑えたいので水郷赤鶏のスパイシーグリルにいたしました。このスパイシーソースが柔らかくて香りの良いチキンととっても合ってやみつきになる美味しさです。パンは食べ放題です。オニオンのパンやポップオーバーなんかもあっていくらでも食べられちゃいます。
そして最後はデザート。チェリーのパルフェグラス、アプリコットのスープソルベとともに。最初にこのデザートを見たとき、私は、え、これ魚肉ソーセージ?とつぶやいてしまいました。かわいいですよね。これがチェリーのパルフェグラスかな。こっちがアプリコットのスープソルベ。嬉しそうなドナルドのシュガーもあって、なんだかもう見ているだけでパルパルーザの気分。さっぱりとしていてペロリと平らげてしまいました。とっても美味しかった。コースターとチャームのお土産付きでめちゃくちゃ嬉しいです。ごちそうさまでした。隣のチックタックダイナーではパンを買って帰りました。ドナルドのパンにミニーのパン、どれも本当に可愛いですね。ミニーちゃんのパンと、このようなスペシャルセットを予約をしておくこともできます。またこのアンバサダーホテルの中にあるハイピリオンラウンジでは、プレミアムスイートセット、ケーキセットなんかも楽しむことができます。またシェフミッキーでは、季節のお料理のビュッフェと同時にミッキーと一緒にお写真を撮ることもできます。パークでパレードを見てお買い物三昧ももちろん楽しいけれど、時にはホテルでのランチやディナーをゆっくり楽しむ、大人のあなたに余裕のある楽しみ方、いかがですか？最後までご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。